古内親王、古内親王、少子、秋古内親王、法園三年四月八日、1137年4月29日、建略元年六月二十六日、1 2 1一年8月6日は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての皇族。初めて皇位を経ずに女院となり、八条院と合した。蕎麦天皇の巫子で、母は、微福門院。 皇后、藤原徳子。この絵天皇は、道母帝、ストク、後白河両天皇は、異母兄にあたる。他に母を同じくする姉妹に、創生した秋らし親い新皇と二条天皇を中宮のとなった内親王高松院がいる。修正、未婚であったが、老いの二条天皇の純母となったほか、餅人王とその子女、九条良介、金金の子、章子内親王。 遥門院、言葉上皇の王女らを養育した。持人王は八条院の勇士であり、王が八条院、女房、三位局との間に設けた子女のうち、男子は当時長者、僧女となった安井宮地美子とであり、女子は三条姫宮と呼ばれた。九条良介は二歳、証拠内親王は生後三ヶ月ほどで、いずれも抑えなくして八条院の養子女となり、 そのちょばかま、玄服などは、女院御所で行われた。法縁三年、1137年に誕生。法縁四年、1138年4月、内親王戦へ。両親の生和を受けて育ち、皇后、安子の幼女となって、かやで育った姉、明氏内親王と違って、子内親王は、父、鳥羽法王が、朝夕のおなぐさめとして、手元に置いて育てた。 今鏡には、同母帝、大臣親王、この江天皇が立大使した時、三歳だった。古内親王が、若宮は東宮になりたり、我は東宮の姉になりたりと言って、父、芝法王を教示させた話がある。旧安二年、1146年4月、1三皇となる。九十二年、1155年に、この江天皇が崩御した際、父、芝法王は、 古内神皇を次の天皇にすることを真剣に考えたとも言われている具観賞。蕎麦法王法御法の法元2年、1157年6月に落職する。法名は、金剛館。この出家はすでに仏門に入っていた母、美福門院の勧めによるものという。その後、父母の母体のための仏寺や、社寺三景に明け暮れる日々を送ったが、 父母の資産の大部分を継承した古内親王は、同時代人から、芝院の政党を継ぐ着流の王女として認識されていた。彼女は、法縁六年、1140年、わずか4歳の時に、父、芝法王から安楽寿院料などを常用され、その後に、聖母美福網院から相続した書料、及び新たに寄進された書領を合わせて、全国に200数十箇所に及ぶ書縁があった。 これらは、女院の官僚下にあって八条院僚と呼ばれ、中世皇室僚の中枢をなす、一大将院軍をなした。皇太子、主人親王、後の二条天皇の順母となって、その養育を任され、その異母帝の持ち人王の養母となる。主人親王が即位すると、王法万年、1161年12月16日、オンライン号宣言を受けて八条院と称する。 これは養母であった美福門院の死やジップである後白河上皇との対立によって打撃を受けた二条天皇が純母である彼女への権威づけによって結果的に自分自身の権威づけをも図ろうとしたとする説もある。また美福門院のじ娘である高松院との婚姻関係が事実上終焉したために二条天皇が蕎麦法王を 美福門院の後継者としての権威家を彼女の存在を通じて図ろうとしたもので、彼女自身には特別な政治力はなかったとする説もある。その後も、イボ兄である、後白川法王の院政を陰性を影から支えており、平の清盛でさえも彼女の動向を無視することはできなかった。二条天皇が彼女を順母として、自らの正当性を示し、 ご白河院も幾度となく八条院御所へ見行きしていることからも彼女の存在が重く見られていた事実がわかる。自称四年1180年勇士である持人王が反兵士の兵を挙げた持人王の挙兵。この際、八条院が密かに支援しているのではと言われ、実際、八条院は持人王の子女、聖母は八条院女房を 地の御所でかくまっていたが、清盛も社会的な反響を恐れて、結局は、持人王の男子を出家させることを条件に、女院の行為を不問にせざるを得なかった。だが、全国各地にあった八条院領には、持人王の領事が回されて、現地の武士団による反兵士放棄が促されていった。持人王が発した、平気追等の領事を各地に伝達したとされる。 源之家は八条院の人であり、また別の八条院将官も、源の頼朝と連絡を取っていた。また、池田稲言、平頼森、清盛の異母邸だが、仲が良くなく、独立行動が目立つも八条院目の徒後を妻として、女院の官人となっていた。八条院自身の立場はさておき、彼女の周辺には、藩平家の人々が集っていた。なお、 安徳天皇の清掃後にも、彼女を中継ぎの女帝として擁立する動きがあったと言われている。持ち人王の王女、三条姫宮を養女とし、大病にかかった、研究七年、1196年正月、所領の大部分を彼女に譲った。他の小部分をこれも、有志とした九条良介に常用した。三条姫宮は八条院が最も長く養育していた子供で、 思い入れも深かっただろうが、実際の譲り状には、後鳥羽上皇の気持ちを考えたか、まず三条姫宮に完了させ、姫宮一期の後、上皇の御子である証子内親王へ譲るとあった。元久元年、1204年、姫宮の死去によって、再び荘園を完了した。その後、もう一人の幼女である証子内親王に八条陰領の大部分を捨てた。権略元年、 千二百十一年、七十五歳で皇居。八条院領は後に、淳徳院、御高倉院、安義美門院の手を経て、やがて大覚寺等の重要な経済基盤となった。応用な人柄の姫君であったらしい。拳術午前、はじめ拳春門院に使え、後八条院にも使えたの、玉木春によれば、八条院は、生活面において、非常に、無頓着、無造作で、 およそ新編の雑事について指示することがなく、女房たちを思いのままに自由にさせたという。賢治午前は、ゴミが積もった古書の中で、女房がチグハグな衣装を着ても気に留めなかった八条院の、こう見て、カビ好きで整然とした、賢春盲院古書との違いに簡単した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。